YouTube を見ていただいてありがとうございます。 LINE アットに登録していただくとトップバズで370万円稼いでノウハウが入った2万5000円相当の商品を無料プレゼント中。登録よろしくお願いします。はい、どうもミスター X です。夜の街でございます。西中島南方周辺の、いわゆる歓楽街、飲み屋街でございます。静かですね。うん、西中ってね、めちゃくちゃキャッチの方いらっしゃるんですけど、今日は全然いないですね。ということで、この歓楽街から5分スピーチ、トップバズ大学5分スピーチを始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。今回お伝えしたいのは、側近で稼ぐノウハウをですね、持つ収入の柱にしましょう。収入の柱というテーマで参りましょう。じゃあ収入の柱ってどうですかね。普通にサラリーマンの方が昼間の仕事でもらう給料以外に作ることがどうですかね。できるとすれば、空き時間ですよね。さらにありましたね、セブンイレブン。セブンイレブンで、仕事が終わってからね、10時から、例えば夜10時から、夜2時ぐらいまで4時間、1日4時間働いて、でそれを例えばどうですかね、20日間ぐらい行きましょうか、80時間ですかね、80時間働いたとすれば8万円ですね。で家帰って睡眠時間どれぐらいですかね。睡眠時間が家に帰って、まあ、2時に終わって、夜中2時に終わって、で3時に、まあ、家の近くのセブンイレブンに行くとして、3時に寝れたとして、で朝、例えば6時に起きないと出勤して間に合わないということであれば、睡眠時間が3時間ですね。3時間を20日間続ける、大変ですね。もう3時間、睡眠時間3時間を20日間続けるということで、さあできるのかというところでございますが、若ければね、若ければできると思います。20代かな、20代だったらできるんじゃないでしょうか。30代前半でもいけるかな。いけると思います。でもこれ年を取ってきて、じゃあ仕事、昼間バンバンに仕事働いて、でご飯食べて、でまたあれですよ、なんだっけ、10時ぐらいから4時間コンビニで、まあね、あの昨日会う仲間でもない仲間というか同僚と働いて、でもボロボロですよね。体をボロボロにして月8万円稼いで、でそれでもまだ、まあ、結婚されている方ならそれでも8万円稼いでもまだ奥さんにどうのこうの言われてね、あの文句ばっかり言われて、で、体を酷使していくと、これどうですかね。例えばこの収入の柱か、収入の柱を作るにあたって、それって幸せになれるんですかね。その8万円を使ってね、将来何か夢があって何か、やりたいことがあるんですっていうことであればいいですけど、それが生活費に全部消えていってるとすれば、どうやら幸せにはなれないですよね。だから収益の柱を作るときにやっぱり考えていかないといけないことがあって、まあ、時間を切り売りしているのか、時間を切り売りしているのか、もしくは時間を切り売りしながらもスキルアップをして、そのスキルがさらに将来ね、収益をもっともっと生み出してくれるスキルであれば、やる価値はねあると思います。まあ、資産型っていう考え方ですが、まあ、スキルもね溜まっていけば資産になります。なので、まあ、最後にね、お伝えしたいのは、
じゃあ収益の柱を作るのはいいですよ。リアルで作るのもいい。でもやっぱり資産型のスキル、これを身につけていくっていうのが本当に大切だなって思いますし、今我々はインターネットを使って収益の柱を作っています。でこの収益をインターネットで作っていくとどこでもできます。そしてこのスキルは教えることができます。そしてそれを教えることによって収益を生むことができるスキルですね。でさらにこれを動画で撮って取りためる、でこれ講義動画として貯めていく、じゃあそれも資産になります。ということはどん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 ですね、インターネットで学んで稼ぐスキルを身につければ身につけるほど資産がねどん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 溜まっていくわけです。はい。だからまあね、インターネットビジネス、インターネットを使ったビジネスが全てではないです。リアルのビジネスも素晴らしいビジネスいっぱいあります。ぜひね、その中でも一旦やってみる、これをねぜひインターネットビジネスもやってみてはいかがでしょうかというところで、まあ、今回はね収入の柱ということで、講義を取らせていただきました。5分と言いながら6分になってしまいました。最後までですねご覧いただきまして誠にありがとうございます。あ、今日もトップバズから収入が入ってる。毎日が給料日。そうだ、今日もトップバズに動画を投稿しよう。トップバズ塾、ビッグデータバンクサロン、プレミアムコース、スタンダードコース、販売中。